人生で忘れられない人たちですと津谷は振り返っています。さあその人たちのためにももう一度世界の舞台に立ちたい、そんな思いで迎えた今日の一戦です。第7ラウンドが始まっています。さあ中盤からこれから終盤へと進んでいきます。この指名挑戦者決定戦は12ラウンドで行われます。先に飛び込んでいったツニャカオですが、前に出てくるエスキベルです。エスキベルもやはり手数も出してきますよね、そうですね、まだまだ上がってくると思いますよ、はい。まあ、もちろんツニャカのパンチ当たってますけども、はい、ダメージをこう蓄積させるような、当て方はまだしてないので、やはりそれも、エスキベルがもらわってないんですよね、はい。これはちょっと足が絡んだようです。さらに打っていったところ後頭部に打ってしまいましたので今注意を与えられました。やはり踏み出す足がそれぞれスタイルが違うので被るという部分でのやりにくさ、そのあたりをそれぞれが感じながらの一戦です。エスキベルはポイントでは序盤完全にツニャカオにポイントをリードされている状況ですが、全く動じていないボクシングです。本当にツニャカオいい足の使い方も捕まらないですよね。そうですね。ただ気になるのは飯田さん、この35歳のツニャカオ、まだ自分自身ヤングボーイだと話しているんですがスタミナですね。そうですね、まあ、さっきのラウンドから、スキベルどんどん出始めてるんで、そうですね、やはりもう急に、ツニャカオの運動量も上がってきてますからね、はい。そのあたり山下会長とは、おっと今ました、ね、そうですね、今右から左に上がった、左左左左が入った、ツニャカオさあ足が止まった、エスキベル足が止まった、右左右アッパー左ストレート、あ聞いてますよ、あ聞いてる、さあクリンチに逃れようとする、おっと足が止まった、おコーナーだ、左左左、あーっとツニャカオがエスキベルからダウンを奪った。立てるか立てるか、どうだどうだ、あと立てない、この表情、対戦相手が決まった、山中チャンピオンへの対戦相手が決まりました。